はい、こんにちは。さっきも出てきたんですけど、私、今回は日本語でお話しいたします。皆さん、ケンタッキーフライドチキンはお好きですか？多分、答えは、大好きだよ、あれか、ちょっと油っぽいから嫌い、っていう人がいると思うんですけど、多分、私あんまり好きじゃないんですよ。でも鶏肉大好きっていうか、好きな方なんで、最近ですね、方南町、地下鉄の丸の内線の方南町の駅に美味しい唐揚げ屋さんができてって聞いて、で結構行列で並んでるんですよ、みんな。で、何なんだろうとか思ってみて、値段とか見ると100g 250円とかですし、結構高いんで、なかなか買えなかったんですけど、今日めっちゃお腹空いてて、で、買っちゃいました。ケチって250円ぐらいで買いたいから、それぐらいにしてくださいって言ったら、ちっちゃい3つの唐揚げしか入ってこなくて277円でした。で、これが唐揚げ屋さんの名前で、鶏唐揚げ立つ。唐揚げ鶏カツって、立つって名前なんですよ。で、インターネットで見てみると、六本木とか、落合とかにも店舗はあるみたいなんですけど、あと川崎、多摩川の川崎にもあります。はい。今日食べてきて、お腹がいっぱいで、めちゃくちゃ美味しかったです。めちゃめちゃふさふさしてて、これだったらケンタッキーのフライドチキンのお金払うよりも、唐揚げ鶏タツの方が、私的には健康的な気分になってよかったし、おすすめです。はい。皆さん、前英語で出したビデオがあるんですけど、それとちょっと髪型変わってます。これですね、ウィッグなんですよ。で、どこの店で買ったかっていうと、インターネットのガールズウィッグっていう店で、モデルさんが前使ってたウィッグを安く売っているんですけど、だいたいメール便とかで1050何円とかで売ってたんで、それで購入いたしました。はい。買った理由といたしましては、私、ちょっといろいろありまして、イメチェンして、茶色い髪にしたんですよ。で、たまにですね、単髪のなんか接客の仕事が入ってきて、それ絶対黒髪じゃないとダメ、スプレーしなさいって言って、結構スプレー毎回入るたびにしてきて、もうあんまり、スプレーも、はい、もうなくなりそうで、1本だけ500円ぐらいするんで、はい、ウィッグ1100円ぐらいで買って、ずっと使えればなと思って購入いたしました。はい。でも結構長い髪嫌いなんですよ。こうやって縛れば結構大丈夫かも。でも、まだ9月なんで暑いんで、はい。いらっしゃいませー、なんて、はい、やるんです。暑いから撮ります。ああ。うざい。ですね。最近、ストレスが溜まってまして、肌すごいニキビとか吹き出物がいっぱいなんですよ。で、おすすめの商品、おすすめですね。ラッシュの、ハーバリズムっていうやつなんですけど、中開けると結構匂いがします。で、なんか土っぽくて、にゃんにゃんにゃん、ああ、気持ちいいんですけど。で、これで結局洗うんでしょうか、とか。で、結構、綺麗に洗ってくれておすすめです。でも結構、まだニキビもいっぱいあるんだよな、やっぱりストレス。っていうか、悲しいことがあって寝れなかったし、夜の3時とかに起きちゃうんですよ。で、また寝れなくて。はい。あと何かあったっけ？特に、
Now I don't have to speak so much, but in this video I just explained about this shop sells chicken. It's very very tasty. So if you live in Tokyo and if you go to Honancho Station, and then I recommend you buy this chicken because it's quite expensive, but the tasty. If you have money for Kentucky Fried Chicken, you get this. Okay, and second, it's called Tori Karaage Toritatsu. Just Google it and then Google it. You can get it in Roppongi also. And the second thing is in Japan, people who works at customer service cannot have like a light brown hair or whatever. So you have to dye your hair black every time. So I do the like straight black. And the third thing is I bought a wig, and this one, this is very cheap and online, and then it's called Girls Wig. So if you wanna buy a wig in Japan, it's very good. Okay, so this is my summary. Okay, thank you very much. Sayonara, bye bye.